ンネル。小町、覚悟しなさいよ。どうしましたか、霊夢さん。元気ないみたいですが。そりゃあそうよ。サナエに頼んだのはこういうことじゃないし、もっと楽しく友情を深め合うためにさ。これじゃあ麻薬の効果よ。果たしてそうでしょうか。どういうこと？もちろんサナエさんの考えがあってとは思えませんが、霊夢さんの言う友情を深め合うという目的は、達成されたんじゃないでしょうか。マリサ。そうです。確かに他の方は争いをしてますが、まあゲームですし、お互いの戦い方など分かって、勉強になったと思いますよ。それにマリサさんは一番の親友ですよね。お互いに心配し合ったり助け合ったり、そういった今までのこと振り返ると、本当に大好きで大切な人だってわかります。私結構嫉妬しちゃってますよ。バカね、ソフィアだって大切な親友よ。本当ですか？みんなも大好きだけど、マリサとあんたは特に。ちょっと照れちゃいますね。ふふふふ。それじゃあ霊夢さん、決着つけますか？やっぱり戦わなきゃダメなのかしら。でないと終わらないですしね。あんまり気が乗らないわね。それじゃあ一発勝負でいきますか。一発勝負。実はメダルを一枚持ってるんですけど、裏が出れば私、表が出れば霊夢さんが勝ち。それでどうですか。でも、そんなことニトリが許すかしら。ニトリさん、どうでしょうか。聞いてたと思いますが、今の条件で勝敗決めてもよろしいですか。勝敗が決まるなら何でもいいよ。あと君たちが最後だから。だそうですよ、霊夢さん。どうしますか。私はいいけど。あんたはいいの。普通に戦った方があんたが有利だと思うけど。私もあんまり傷つけるのは好きじゃないので、傷ついてるとこも見たくないですし、なので今回の戦いも、ベッドに爆弾仕込んでたりして隠れてました。あれお前かー、こんちくしょうもなさい。誰かからやめろ。あ、後でコウマ君に請求しに行くからね。そんなー。これが表です。わかったわ。それじゃあ行きますね。あら、表ですね。私の負けです。勝った。どうやら勝負は決まったみたいだね。優勝おめでとう、霊夢さん。それじゃあ私は先に戻ってますね。ちょっと。ソフィアのやつ忘れてるわ。なんでこんなの持ってるのかしら。あ、これ。両面表じゃない。ソフィアのバカ。ありがとう。それじゃあ私たちは帰るわね。私も帰ります。誘っていただいてありがとうございました。長い一日だったわ。頼む、アップデート、アップデートさせてくれ。早く行くわよ。4月末にはアップデートするから。今やりたいんだ、頼む。いい加減にしなさい。どういうことだ、幻想郷の神々だと。それはあのサナエとかいうやつのところにいる神。あいつらみたいなやつらが戦争を起こすと。神々と言ったけど、正確にはトップたちの存在ね。コウマ間でユレミリアみたいなのが話し合ってる状況よ。なぜ戦争を。それが、なんだ。あなたたち三頭身が原因よ。なるほどな。確かに幻想郷の神々にとって、私たちは部外者。私たちが来たことによって、幻想郷に大きな影響を及ぼすと、そう考えたんだろうな。その通りよ。つまり戦争というのは私たちの処分、そう解釈していいんだな。まだ確定ではないけど、おそらく動くと思うわ。その話し合いはお前も参加したのか。それで、賛同したのか。私は、もちろん反対したわ。でも、立場上、強く言えなかったわ。そうか。ごめんなさい。あなたたちを守れなくて。ゆかりよ。何かしら。お前は幻想郷を愛しているだろ。私もみんな、幻想郷が大好きさ。お前は幻想郷を第一に考えていろ。別に攻めはしないさ。そいつらの言い分もわかる。一度私たちで話し合わせてくれ。それと霊夢たちにはまだ言わないでほしい。知られると面倒だからな。わかったわ。本当にごめんなさい。何言ってんだ。一度は反対してくれたんだろ。それで十分さ。優しく、そして強くなったわね。スイカ。私は別に変わってないぞ。変わったわよ、すっごく。それじゃあ霊夢たちが来るかもしれないから、私は戻るわね。ああ、またな。じゃあね。変わった。か。そんなことないよな、ミネ。やっぱ変わったかもな。諏訪子様、かな子様、ただいま戻りました。やはりそうなるのか。万が一の時は私たちも動かなきゃね。いつかこうなるとは思ってたけどさ、なんだかんだ助けてくれたことはあったし、ゆかりの気持ちもわかるのよね。しかし逆らったらどうなるか。何か異案はないものかな。このままだと。
あのソフィアって子も、小悪魔ちゃんも、みんな消えちゃうわよ。それって、どういう意味？消えちゃうって、何？そういえば霊夢、ニトリに何もらったんだ。あ、それ私も知りたいです。ああ、ダメよ、秘密。そりゃないですよ。助けたのに、助けてもよ。ヒント、ヒントください。ヒントを。やっぱダメ、ツンデレイム。ツンツンレイム、意味わからん。そういえばみんなサイコパスだったな。本当よ、知りたくないとこ知っちゃったわ。昨夜さんとヨウムさんがヤバかったらしいです。見る目変わるわね。そういうレイムだって結構臆病だったよな。いつもかっこいいこと言ってるのに。だってさ、だって、怖いじゃない。大切なものを壊すようで、たとえ嘘の世界でも、そんなことしたくなかったのよ。霊夢さん。気持ちはわかるんだぜ。でも私からアドバイスいいか？アドバイス。時にはしっかり切り替えないと。本当に何か大切な選択が迫った時、決断できなくなるってことさ。選択。確かにいざって時に動けなくなりますもんね。ああ。強くなるために力をつけることも重要だ。だがそれよりも、決断力や意志がなければ何もできない。いいこと言いますねー。と言ってもあんた最近ゲームばっかでしょ。なーにカッコつけてんだか。お、お前。それ言うなよ。ふふふ。でも、あんたの言う通りね。ねえ。ソフィア。マリサ。どうしました？約束してくれる？これから。どんなことがあっても、ずっと、一緒にいてくれるって、絶対にいなくならないって、約束して。そんなこと。言われなくても、ずっと一緒にいますよ。ありがとう、ソフィア、マリサ。また三人でここに来ましょう。いいですよ。ああ、また来るんだぜ。約束。だからね。コア、最近体の調子はどう？体ですか？特に変なことはないですが。そう、じゃあカオスも大丈夫そうね。ああ、そういうことですか。大丈夫ですよ。たまに話しかけてきますけど。なんか悪いこと吹き込まれてない。大丈夫。大丈夫ですって。どんな会話したの？大したことないですよ。パチュリー様最近太ったよね。ってこととか、いつになったら外出るの？とか、しょうもないことばっかです。私は太ってないわ。ちゃんとカロリー考えて食べてるし、たまに運動してるし。わかりましたから、落ち着いてください。私が言ったわけじゃないですからね。パチュリー様って呼ぶのはあんたよね。カオスがそう呼ぶわけないもの。私は無実です。罪は償ってもらうわよ。違うんです。わーん、ごめんなさい。ふふふ。あんたといると毎日楽しいわ。幸せっていいわね。でも、なぜかしら、嫌な予感がするわ。集まってもらって悪いな。本当だよ、これからご飯食べるとこだったのに。鬼神さんが集まってほしいだなんて珍しいですね。担当直入に言うぞ。お前ら、幻想郷を離れる気はあるか？なんだよそれ。どうしたんですか？今から言うことをしっかり聞いてから、覚悟して答えろ。ゆかりから聞いた話だが、幻想郷の神々やトップたちの連中が、私たちをよく思ってないらしくてな。我々を追放したいらしい。そんな話を聞いて黙って言うこと聞けと、なバカな話があるか。私たちが存在することで大きな異変が起きる、そう考えたんだろうな。私たちは確かに部外者、幻想郷のバランスが崩れるかもしれない。いや、おそらく私の力が無理やり保たせているのでしょう。それが長く続くとどうなると思う？どうなるんだ？全てが崩れ始め、終わりが来るでしょう。空間も歪み、宇宙も全部。それ知ってたのか？知ったところですぐに始まるような現象ではない。ただそうなることもあるということ。私たちは本来神殿にいなくてはいけない存在だ。私たちが死ねば世界が消える。幻想郷に長く居すぎてもいつかは消える。なら幻想郷を離れようということさ。たとえそうだとしても、そんな急がなくてもいいじゃないか。おそらくその話し合った方たちが待てないのでしょう。もし残るなら身内もろとも攻撃してくる。そうですよね、鬼神さん。ああ、そいつらをぶっ飛ばすって選択肢は。そんなことしたらこいつの身が持たないだろう。似たような役割を持ってる奴がいるから、こいつは大きな負担をせずにいられる。負担が大きくなれば立ってるのもやっとだろうな。じゃあ、私たちは、離れると言ってもどこに行く予定ですか？新たに神殿を作り直せばいい。私たち三人なら可能だろう。ふざけんなよ。なんで、せっかく、私は、お互いに大切な人がいるだろう。
別れの挨拶くらいしておけ。ミネは、どうしましょうか。ミネは関係ない。好きにさせろ。そうですか。わかりました。皆さんとは、お別れしましょう。視聴者の皆様、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。よろしければ、高評価、チャンネル登録、Twitter フォローよろしくお願いいたします。あら、ミネも一緒に視聴者様に、お伝えしますか。フィー、フィ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 。